はい、どうもこんにちは、ピアさんのゆいとのんです。今回は、画家のね、新ユーアリ賞の黄金比使っていこうかなと思います。やっていきましょう。で、このキャラクターを使うのが2回目ぐらいかな、動画使うのは。そうやね、2回目かな。テストサーバー合わせて、やばい、めっちゃ死にました。めっちゃこっち来た。肌なんだこれ、鹿やばい、死んだ。使ったんやけど、めっちゃ見える。 白黒、細長いのがいっとった。細長いのがあのね、このキャラクターね、まずね、強いのかと弱いのかっていう、どうなのかっていう問題なんですけど、うん、結構強いよ。で、そこそこっていうか、マジで強い。それはゆいさんね、どの動画でも言ってると思う。いや違う、あのね例えば、まあ、例を出すなら、あの、そうでもねえなってやつとか、局所的に強いなってやつは、結構お茶を磨くと濁したね。あ、このキャラクター面白いねとか、楽しいねとか、あ、こういう場面強いねって、まあ、適当にお茶を濁してるんですけど、正直ね、結構。はい。まあ、昆虫学者とかね、まあ、例に挙げるなら、まあ、あのキャラは、まあ、大して強くないんですけど、はいはいはい。まあ、このキャラクターはね、結構ガチです。割と可能性感じてる。っていうぐらい強くて、まあ、でもどうだろうなぁ。最初では使われると思うじゃん。いや、使われると思う。あ、そのレベル、うん、使っても全然おかしくない。単行車とかカーボーイぐらい俺は使われるかなとは思いますね。あ、なるほどね、うん。さあ、ここ設置しといて、オッケーオッケー。で、これでまたね、ポジションに出てきると。これが相当強いんですよね。やっぱりさ、はいはいはい、メインのキャラクターとして使われるのが、うん、どのハンターでも、どのマップでも使えるキャラクターがやっぱ使われやすいやん。こいつね、なんとですね、全ハンター対応でございます。本当にいける、マジでね。全部のハンデ当たってないやん、まだ。いや、本当そうだけど、女王もね、鏡回避めっちゃ簡単にできるんだよ。難しそうに思えるじゃん、一見ね。近くに寄ってこないから、難しいと思うじゃん。はいはいはい、でも、鏡使った瞬間に置いたら、もうその鏡、無効化できるから。そうか、女王に対してマジで強い。あ、そうやね。魔女がね、唯一きついかもしれないけど、別に今の環境魔女そんなきつくないから、まあまあまあって感じ。で、アントニオ、聞きます。ボンボン聞きます。アントニオ聞く？聞く。全然聞く。めちゃめちゃ聞く。聞くし、まあ、ゲームめっちゃ先張りして、スピードが速い人とかだったら、きついかもしれないけど、まあ、基本いけます。あ、飛んだ。どっか行ったよ。なるほど。うちんとこも大丈夫。あ、オッケーオッケー、了解了解。し、あ、どんだっけ、ガラテア？ガラテアも全然大丈夫。だから、それは。いけるよ、いける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 。あ、飛んで飛んできた。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。大丈夫。これ俺新規回した方がいいんかな。いや、死んだ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、でも3つやけん、あと1個は新規やと思う。あ、本当に今向こう側、今傭兵が上がってこれ粘着で行こうかな、俺のんの今うち、あの、2階建てにこもってる。うんうん、こもってる。嘘、降りるふりしてよ。あ、降りてきた。ちょっと待って、降りてきた。やばいやばい、今ね、下で兵置いてるから事故っとるやん。うん、降りてきた。1人だけ降りてきた。そんなことある。やばい、 A 全部使っちゃった。上がってきて、これ U 寄っとるかな。オッケーオッケー。このキャラクターね、粘着も強いんだよな。ファーストも強いし、それはあるね。そう、確かに自分のチェイスだけが強いキャラクターってやっぱ使われにくいんよね。そうそうそう、踊り子とかね。うん、そう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 、補助ができるっていうのは、うん、そう、マジで強いんですよ。うわうわ、え、大丈夫そう。まあでも全体負荷かけられ始めてるけど、まあ大丈夫じゃない、一応。うん、大丈夫。これ見つかったんかな、うち。わかる、一応俺墓場んとこ回し始めるけど、うん、これね、どっかあると思うけどな、神経。見つかっとるね。嘘ってことは、こっち来るやつ。ごめんごめん、アクロバットですよ。オッケー、乗り越えて大丈夫、それ。あ、短いね。うん、オッケー。やばい、死んだめちゃできる気がするんだけど。まあでもここでしばらく俺あれしとくか、解読しとくから、そのまま救助行って通電行けそう。多分、まあ、死ぬ時は墓で死ぬと思うし。うんうん、オッケーオッケー、ここで死ぬ分には問題ない。うわ、待って、閉鎖感。あ、やばい、そう、閉鎖ありますよ。うわ、そっち行きたかった。言ってあげればよかった。ごめんごめん。これど、いや、間に合わんか、無理か。ちょっと死ぬわ、これは。さすがに。でも難しいのがさ、炭鉱調鉱士とかと比べた時どっちの方が強いですかって言われたら、使う人次第なんだよな。本当にね、同じラインに並ぶと俺は思ってますね。まあ、確かにそうやね、うん、救助も別にね、絵本置いてね。そう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 、絵本じゃないね、なんだっけ、絵本イラストあの、うん、絵ね、絵を置いたら普通に救助もできやすいと思うし。そうなんだよな。ただやってみて思ったのが、うん、結構やっぱ興奮持ってきた人も多かったよね。あ、そう、あのね、こっからね、俺若干思ってるのは、興奮環境になってもおかしくないなと思ってて、あー、カーボーイも興奮で対策できるようになったし、はいはいはい、でオフェンスはもともと多いし、ね、そう、炭鉱とかも強いしってなったら、画家も入ったら、しかも空前短いもんね、興奮って。そう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 、だから興奮環境になってもおかしくないかなとは思うね。あー、確かに興奮だったら普通に画家も仕留めれるもんね。チェイスパーチェ伸びないもんね、たぶん。まあそうだね、うん、まあでも左右だったら全然大丈夫。画家ね、俺危機一髪の試したんだけど、危機一髪は結構、まあ追われる場所によっては大丈夫なんだけど、結構弱い場所で追われちゃうときつかったりもする。うん、もう俺離れてるよ。戻られるね、オッケーオッケー。今俺がいた場所にハッチがあったから、何て言うんだろう、道小前の方にハッチがあった。分かるよ。うち追われんかもしれん、これも。追われん？追われないはまずいけど、今ゲート開けてるのが傭兵だから、まあ多分大丈夫だと思う。これもう一回落ちてくれんかな、うん、あ、ごめん、ペイント引っかかってくれた、死んだ。ああ、そこを乗り越えるの好きだな。いや、多分開けよ、これ。今そこ窓越えしてるから、うん、まだ飛んでくる気配もない。オッケー、開いた。オッケー、ナイス。よしよし、じゃあまあこんな感じで画家使ったので、もう一戦遊んでいこうかなと思います。
さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。軍需工場か。今回ね、あの全然使ったことのない単行者と画家の相性がいいかなってことで、私が単行者使ってみます。いいね、悪くない、うん、この黄金比のこの地図見たらもう本当に待って、ハンターに突っ込んじゃった。しかも芸者やばいじゃん。芸者は即死する。この衣装見たらもうね、ジョジョファンが黙ってないよ。あ、なんかコメント欄でも喜んどったよ。あ、そう、ゆいさんジョジョ見たことあるの、うん、みたいな感じで。黄金の回転ね。黄金の回転。そう、ジョジョってね、なんかめっちゃ大南部、うん、大南部って分かれて毎回主人公変わるんだよね。一応その一族は一緒なんだけど、その中の第7部の主人公がこの黄金の回転を使っていくんですよ。超おもろい、もう見てほしい。もうずっとね、あの結構さ、俺ものもさ一緒にアニメ一緒に見るじゃん、うん、けどジョジョは俺何回進めても見てくれないんだよね。ちょっとね、イラストがね、いや、みんなそういう、みんなそういうよ。いや、アワンとかじゃない、アワンとかじゃない、もう内容見たら合うから。いや、それ、いや、食わず嫌いなやと思うよ、うち多分、うん、やばいな、愚痴だけ長石さん食らった。どういうこと。はい、単語どういうこと。もう次自宅見せたら、もう次の晩ご飯はジョジョね。どういうこと。次はご飯を食べながら見るってこと、うん、もう見て、見てください。そういうこと。本当ね、でもね、バトル漫画好きな人だったらマジで好き。うち好きよ、バトル漫画。アニメばっかやな、見るのだって。まあ確かにそうだね、うん、だからもうこれはね、ハマります。まあ、ジョジョは食わず嫌いですね、うん、完全に。もう人生損してるよ、本当に。コメント欄でみんなね、マジでね、お叱ってほしいわ、ジョジョ見てない。叱ってほしい、本当に。このレベルか、うん、マジか、叱られるよ、そのレベルです。まあまあ、そんな話はね、置いておきまして、うん、めちゃめちゃ持つやん、や苦手とか言いながら。もう開き上がるよ。まあ、単行おもろいよな。工場強いね。うん、こっち側もう上がるから。これ粘着いってもいいけどな、これ、このまま。いや、来てほしい、多分死ぬよ、うち。今回カーボーイもいるから、若干粘着2人とかなったらまずい感じになってるけど。いや、そう、うち本当はゆいとさ、粘着したかったよね、うん、あ、2人でね、そう、それがしたいんだけどな。これ、あー、いいね。やばい、やばい、やばい、あ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 、はい、はい、ジョジョ確定。もうこれジョジョ確定です。おさまり声しちゃった。最悪、今までのチェイスパターンなんやけど。これね、最初からアイテム使えるのがね、ややね、難点なんだよな。使えるようになるまでが弱いから、それがね、画家のやっぱ弱点上げるとしたらそれかな。うん、確かに。まず、ほんとないもんね。そうそうそう、絵をチャージして、そっから絵を描いてっていうその動作が2点もあるから、それがね、厄介なんですよね。チャージね、速攻狙われて、1ダメージもらっちゃったらきついかもしれないよね、絵をここまでの時間。まあ、そうだね。やっぱ左右が相性合うかもしれない、ね、左右がいいねと思うよ。だって事故がね、あるさ、チェイスじゃなくて、あの救助したとしてもさ、うんうん、絵で時間稼ぎできる、ね、そうないよね、そうそうそう、うん、全然距離取れる、キキ1分ぐらいはできるかもしれない。 OK、 一応このまま救助行くから、まあそれで上がりきったらいいかなって感じはするけどな。まあ上がりそうや、ね、まあ、4割でいいよね、これ。うん、いいよいいよいいよ。オッケー、まあ、最高だって。これさ、確定金もできるわけでしょ。そう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 、一個ここ A 置いといて。あ、そう、そっちに向かう、こちらに来てもらったら、ね、大丈夫、うん、危ね、危ね、ワンチャン記憶だった。思った以上にさ、絵、うん、を置く瞬間スピード速くない？めっちゃ速い。あのね、墓盛りと多分一緒だと俺は思う。結構な感じだから、結構食らう寸前でも潜っても大丈夫みたいな感じをする。墓盛りより置きやすいかもな。パッと置いたよね、唯一の。そう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 、うん、アントニオとかに対して近場でやるのは結構危険かもしれないけど、女王とか判定の遅いやつだったら結構すぐパッと置ける気がする。のんきに鏡ピュッピュッて出し寄るぐらいには全然全然全然余裕。もうじゃあきついかもね、女王は。いや、女王もね、うまくやんなきゃきついと思うよ。3回もよ、ふくらやったら1回でいいのに。はい、オッケー、待って、めっちゃ距離取れてる。あ、興奮だ。今さら遅くない？そう、これね、すごい難しいのがね、うん、1回絵描き始めたら興奮使っても意外と2個目がすぐ使われちゃうから、ああ、仕留めきれないみたいなこともね、多々ありそうな気がする。まあ、それもないかな。でも2個チャージとかないかもしれないわ。でも本当に、うん、なんていうんかな、味方とかも嬉しい、万能なキャラクターかなと思うね。まあね、そうだね、うん、まだ3枚板でずっとうろうろしてるけど、何よりもやっぱキャラクター可愛いって声がめちゃめちゃ多かった。確かにこの衣装、背中めっちゃ開いてるからね。そうなの。そう、素肌丸見えです、これ。男の子やけんね。まあ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 っていう。これどうしようかな。まだ多分全然持ちそう。あれ、これ解力完了って言って、これ寸止めっていうチャットだったよね、確か。いや、うん、オッケー、まあ、適度に殴られていこうか。オッケー、殴れた。いいよ、つけていいよ、つけて、つけて、ゴー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 。つけることはあった。あ、待って、ハッチありました。ハッチね、ここの、あの、工場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 。これも開けるわ。了解しました。まあ、多分全然持つかな。これ、多分最後の1個だった気がするからね、あんま置きたくないんだけどな。刹那が怖い、刹那が怖いけど。なんで、置いてった、置いて。解読してくれんかったの、なんか。あ、もう1個あるわ。解読？あ、解読ってか、ゲートを開けてくれんかった。あ、待って、これ普通に出れるわ。もうゲート向かね、小屋がやは開いてますよね。開いてません、まだ。あと、3割。間に合って、危ねえ。よし、OK。これ、A 書こう。A 書いて上で間に合いますね。瞬間移動ない。あ、興奮か。まあ、多分、うん、大丈夫、大丈夫。これ、刹那。あ、ちょっと待って、これ刹那切れない、刹那切れない。あ、
これ絵描いてる最中あれだわ、ゲイシャの顔見えないわ。やばい履歴してる履歴してる。これ皆さん、絵描いてる最中刹那ボタンを押せないように気をつけてください。やられました。ゲイシャ対象悪い。いや、まあキャンセルすればよかったかな、まあこれは。といった感じでね、今回は新キャラクター使ってみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。